僕らは未来を託されたんです。ファルシに飼われるのではなく、人間の力で社会を作るために研究を重ねる。それが僕にできる償いなんです。不思議な日食ですよね。7年前から来たらいろいろ戸惑いますよね。パラドクスって何かアカデミーでは突き止めたの？簡単に言うと時空の変調です。過去と未来がこんがらがってる。そうです。皆さんが消えたこととパラドクスの関係、あらゆる可能性を検証して、それが時間を超える現象だと分かったのはつい最近のことなんです。何年もかけて大変だったんだね。でも今目の前に探していた人がいる。これは人間の未来にとっても、僕個人にとっても大きな一歩です。